田中真紀子は、日本の政治家、実業家、元女優。通常は、田中真紀子と表記される場合が多い。衆議院議員、科学技術庁長官、外務大臣、衆議院文部科学委員長、衆議院外務委員長、文部科学大臣等を歴任した。父は、第 64.65 代内閣総理大臣の田中角栄。夫は、防衛大臣などを務めた田中直紀。東京都文京区に、父、田中角栄、母、花の長女として生まれる。本籍地は、新潟県柏崎市。千代田区立富士見小学校、日本女子大学附属中学校、高等学校を経て、早稲田大学商学部へ進学。早大在学中は、演劇サークル劇団こだまに所属し、同期には、久米宏や長塚一慶さんがいた。大学卒業後は1968年から1969年まで劇団雲研究所に所属し、女優として舞台に出演するが、結婚を機に引退。母が病弱であったことや、高校時代のアメリカ留学経験もあり、父、角栄が首相在任中は事実上のファーストレディの役目を担った。ただし子供の頃や政界入りする前は、角栄と対立することも多く、進学先や田中直紀との結婚などは、角栄の反対を押し切り決めたという。1993年7月の第40回衆議院議員総選挙に、旧新潟3区から無所属で立候補。同選挙区では、自民党は、櫻井新、村山達夫、渡辺秀夫の3人に公認を出した。現職の星野幸男は、自民党を離党し新生党公認で立候補した。定数5に対し、田中はトップで初当選した。翌1994年6月30日に発足した村山内閣で1年生議員ながら科学技術庁長官として初入閣し波紋を呼んだ。その後も高い人気を保ったが、その源泉は与党内圧倒的な自由な立場からの奔放な発言であった。教育実習にボランティア活動を義務化させる提案をし実現させ、物議を醸した。1996年10月の第41回衆議院議員総選挙では、新潟5区から自民党公認で立候補。新進党の公認を得た現職の星野幸男らを破り、再選を果たす。2001年の小泉首相誕生に際しては、総裁選での応援を買って出るなど大きく寄与。外務大臣に就任した。ターニングポイントとなったのが、事務方との対立に起因する2002年1月30日の外相更迭であった。当時は、世論の圧倒的多数が更迭に反対して、田中を支持、小泉内閣の支持率が一時的に急落するほどであった。2002年8月9日、自身の公設秘書給与の流用疑惑の責任を取る形で、議員辞職。2003年11月の衆院選で復帰し、院内会派、民主党、無所属クラブに加入。今度は、以前に所属していた自民党に対して厳しい批判を繰り返すようになった。衆院選を目前に控えた2009年8月15日、新潟県長岡市内で記者会見し、夫の田中直紀参議院議員と共に民主党入りを表明。民主党入りの理由について、確実に二大政党になる。有権者に約束してきたことを実現するためには、組織に所属しなければならないと述べ、選挙後の入党という選択肢については、それでは有権者に対して失礼と否定した。鳩山幸夫民主党代表は、夫婦揃っての民主党入党を心から歓迎すると述べた。同年9月の鳩山幸夫内閣の成立に伴い、衆議院文部科学委員長に就任。2011年6月の菅内閣不信任決議案で、党議拘束に違反して棄権したため、民主党執行部から3ヶ月の党員資格停止処分が下された。なお、国会の役職については解任しない旨が民主党執行部から通達されたため、衆院文部科学委員長の職には止まった。党員資格が停止されたため、2011年民主党代表選挙では投票権が与えられなかった。同年9月の野田内閣の成立に伴い、衆議院外務委員長に就任。2012年6月26日の消費税増税法案には、小沢一郎や鳩山幸夫らが反対票を投じ、小沢は自身のグループに所属する議員の大半を率いて、離党、国民の生活が第一を決闘したのに対し、田中は賛成票を投じ、造反の動きに同調しなかった。以前から田中は反野田のスタンスに軸足を置いていたが、2012年9月、民主党代表選挙では一転して、野田首相の再選を支持し、野田陣営に参加している。同年10月、野田第3次改造内閣で、文部科学大臣に任命され、2001年に発足した第1次小泉内閣以来、約11年ぶりに3度目の入閣を果たした。同年11月、2013年春に新規開校を予定していた大学3校の不認可を示唆。3大学は、文部科学省の諮問機関である大学設置学校法人審議会の認可を受けており、文部科学大臣が審議会の判断を覆すのは極めて異例で、田中は不認可の理由について大学が多すぎ、質が低下していると説明したことから、関係各所を巻き込んだ騒動に発展。この3校以外に、同時期に認可の申請が出された。季節大学の16学部、13の大学院を認可したことに続き、結局、文部科学省は11月8日、新規3校についても正式に認可した。しかしこれまでの一連の政治活動の流れ、また、下記のような誹謗中傷的な発言、行動から、角栄に恩義を感じ尽力していた者たちからも、だんだんと見限られてゆく。現職閣僚として挑んだ2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では、強固な地盤だった新潟5区で自民党の長島忠美に3万票近い差をつけられ、惨敗。比例復活もならず落選し議席を失った。皮肉にも父、角栄の死去からちょうど19年になる命日での出来事であった。この地域に責任があると発言し政界引退は否定したが、その後の衆議院議員総選挙は出馬を見送っており、事実上政界を引退した。新潟県中越地方の会社、越後交通グループのオーナーでもある。牧子の選挙においては、バス会社である越後交通の各営業所は、選挙の情報収集や票固めといった役割を果たすことになる。これらは、父の角栄が築いたものであり、牧子はそれを継承した。なお、同社では角栄を大先生と呼んでおり、営業所に写真も掲げられているという。牧子の人の好き嫌いは、父の角栄の存在の影響が非常に大きく、父を裏切った竹下登の旧系政界に連なる人間を憎んでいるとされる。無所属時代に統一会派を組み、在籍していた。民主党の議員に対してすら攻撃することがある。父との関係が比較的悪くなかった小沢一郎には好意的で、小沢が民主党代表だった時は小沢氏を首相にすると支援姿勢を鮮明にしていた。2010年9月の民主党代表選挙でも小沢への支持を公言し、積極的に支援している。しかし2012年7月、小沢が民主党を離党して、新党、国民の生活が第一を結成した際には、党首への就任含みで参加するよう誘われたものの、牧子は民主党にとどまった。また、父、角栄が大蔵大臣時代からの秘書だった、早坂茂造や、田中角栄の金庫番と言われた、佐藤昭子とも折り合いが悪く、角栄が脳梗塞で入院した際、東京帝神病院に入院させましょうと発言した早坂に対して、牧子は、病院の看護婦や医師は、創価学会員や共産党員が多いから、病状が公明党や日本共産党へ漏れる可能性もあると違う病院へ入院させるよう要請し、受け入れられず、東京帝神病院への入院を許した牧子は、数日後に早坂と佐藤を田中事務所から解雇した。田中の発言は他の政治家に比べて単なる悪口や人格への中傷が際立って多く批判が多い。作家のその綾子は、田中をマスコミにもてはやされる才能を持ち、夫に対しても献身的なようだが、政治家には向いていないと評した。愛媛丸栄鉱作業を視察する外務大臣、田中真紀子1998年7月の自由民主党総裁選挙に立候補した小渕恵三を凡人、梶山清六を軍人、小泉純一郎を変人と彼女が評した。梶山は旧陸軍航空士官学校出身。小泉は自民党の支持基盤の一つを解体すると目されていた郵政民営化を自身の政策の根幹に据えていたため自民党の異端児と評されていた。そして小渕は官房長官当時に平成の改元を発表した平成おじさんの印象程度しかなく国民からの認知度が低かったため、これは同年の流行語ともなった。これまで処理できなかった法案を内閣総理大臣、小渕恵三が次々飲み込んで法案成立させてしまった様子を指してパックン首相と呼んだ。また、金融再生関連法案の立法過程に関して野党、民主党の案をほぼ丸飲みしたこと、公明党の主張した地域振興権法案の実施なども含まれている。2000年5月14日に死去した小渕恵三について、2001年4月14日、自民党総裁選に立候補した小泉純一郎の応援演説の際に、小渕のめぐみちゃんなんか、僕は1年間で借金100兆円作った、ガハハなんて株上げて喜んで、頭がパチッと切れて、小渕さんが小田渕さんになっちゃったんですからね。これも自業自得なんですよと発言した。この発言は後に、マスコミや世間から小田渕発言と呼ばれた。翌日の4月15日、渋谷駅で街頭演説をした時も、小渕の恵三さんという人は、私は1年間で100兆円の借金を作った、日本一の借金王だと株を持ち上げたら、コロッと死んだじゃないですか。あれを小田渕さんと言うんですよ、小田渕さんと発言した。2001年4月17日付の子が、誠自民党幹事長に送った手紙の中で、14日以降は一度も、その発言はしておりませんと書いたが、事実とは異なっていた。4月18日、再び手紙を送り謹慎に入ることを宣言した。しかし、翌19日の記者会見で、謹慎してもダメなものはダメと判決が下っている。だから、活動を再開しますと言って、活動を再開した。小泉内閣の外務大臣就任後、2001年5月14日に開かれた衆議院予算委員会において、この小田渕発言について質問され、真紀子は結果として言葉が走りましたことは認めます。そして今日は小渕元総理のご命日であるということも承知いたしておりますので、ご怨慟を忍びながら以後反省をいたしますと答弁した。外務大臣在任中、小泉内閣及び田中外相の方針に抵抗する外務省の官僚を更迭するため省内の人事道に介入しようとしたものの、大臣には人事権がなく、省内の反発を受け頓挫した。日本の内閣の方針と合わない言葉を公元2001年4月26日に外相に就任。日本国政府の閣議でミサイル防衛構想について反対の立場を決めたことはないのにもかかわらず、真紀子はアメリカ合衆国のアーミテージ副長官との会談でミサイル防衛構想への批判を公言した。外国要人との会談を直前に中止外相在任中、アメリカのパウエル長官との電話でアーミテージ副長官が来られることは楽しみにしていると語った。しかし2001年4月にアーミテージ副長官が日本に来て小泉首相に会うための日程を決めようとしたとき、彼女は直前にこれをキャンセルした。金正男の身柄拘束後の対応2001年5月1日、北朝鮮の総書記の金正日の長男、金正男が出入国管理法違反により、新東京国際空港内で東京入国管理局に身柄拘束されたことについて、田中がそんな人間を日本に置いておいて、北朝鮮からミサイルが飛んできたら大変なことになる。すぐ返さないとダメだ。すぐに追い出すようにという趣旨の発言をしたとされたことについて鈴木宗男が衆議院で質問したが、そのような発言の記録は見当たらないと町村信孝が答弁した。アメリカ合衆国の機密情報を漏洩アメリカ同時多発テロ事件の直後、マキコは機密情報であるパウエル国務長官の避難先を記者会見で喋ってしまった。当時国民の間で圧倒的な人気を誇るマキコの外相罷免を避けた小泉首相は、とりわけ対米外交において、外相の頭越しに外交を行わせるようになる。指輪騒動2001年11月1日、田中直紀は指輪を紛失したことを、上月豊久秘書官の責任にして、指輪を買いに行かせ、その結果イランのハラジ外相との会談に遅刻した。小泉首相の靖国神社参拝を批判2001年5月に東華線と会談したとき、党に小泉首相に靖国神社参拝をやめなさいと言明しましたと言われた。マキコは小泉首相の靖国神社参拝に強く反対した。小泉首相の靖国神社参拝に関して今の中国を見てください。株やって儲けて、ロールスロイスやベンツに乗っている若い人がいる一方で、年収数千円という貧しい人がいる。そうやって、国内の不満が爆発しそうなところに、小泉さんが靖国神社へ参拝するから、デモが起こるんです。あの人は、日本の国益とか、世界平和なんて考えていないのですと批判した。また、小泉さんが、煮干しの出がらしみたいな顔して、俺は、靖国行くって言うから、おかしくなった。あの人は本当に、たちが悪いと批判した。触らないでくださいよ。2001年7月に、群馬県で参議院選挙に立候補した吉川真由美を応援するための演説をするはずであったが、田中が応援演説の予定の午後4時よりも1時間以上前に、群馬県庁前に到着し、応援すべき候補者が来るのを待たずに勝手に演説を始めた。このため吉川は別の場所で演説していたが、これを中断して、群馬県庁前へ急行、田中と一緒に演説を始めた。田中は、これから新潟に行って、外務省の用事があるもんですから、あと4分だけで終わりにしますが、候補者、どの人か知りません。駅に着いて、チラシをもらうまで男か女かも知りませんでした。名誉のため、市議や県議をやったから国会に行ってみようとか、政治家の娘だから国会に行ってみようというのは税金の無駄遣いなんです。と、駅前で演説した。吉川が田中の批判的な発言をなだめるために、にこやかに、そんなぁと言いながら、田中の肩へ手を回したが、田中は、この候補者、なんておっしゃるんですか。知らないから触らないでください。知らない人に触られたくありません。では地元に用事がありますし、外務省に用事がありますのでこの辺で失礼しますと、駅前の大衆に向かって演説した後、すぐに帰った。報道によれば、外務省での公用などなく、地元の用事とは、新潟でのクラシックコンサートを見ることだったとされている。田中真紀子の事務所には、事前に吉川についての資料が送られていた。結局吉川は落選した。田中は、党紀委員会にかけられたが、小泉首相側はこれを擁護した。外務省は、福間伝外務省を福間伝と呼んで、外務省、外務官僚の閉鎖的な様子を鋭く表現し、外務省機密費流用事件や、自身の進めようとした外務省改革、人事で外務省と対立した。更迭と外相辞任外務大臣在任中、北方領土返還をめぐる方針や、外務省改革などをめぐり、当時の衆議院議員運営委員長で外務省に強い影響力を持っていた鈴木宗男との抗争や官僚との軋轢が報じられていた。ごく短期間に事務方の秘書が4人交代し、中には体調を崩して病院に入院する者も出ていた。決定となったのは2002年1月、アフガニスタン復興会議への NGO ピースウィンズジャパン出席取り消し事件について、田中は、事務方は鈴木議員からの圧力があったと自分に言ったと発言したことである。この点は28日の予算委員会で追及され、田中は具体的な幹部職員名を挙げ、言った、間違いない、事務方は、そのようなことは言っていないと答弁し、答弁の食い違いに、委員会は、大紛糾した。その日の夕方に、野上義次外務事務次官の参考人招致が実施され、次官は、私の口からは、鈴木議員云々とは、一切言っていないと証言し、対立は一層深刻化した。29日、小泉純一郎は、田中大臣と野上次官を総理大臣官邸に呼び、喧嘩両成敗として二人を更迭、鈴木宗男に衆議院議員運営委員長の辞任を求めて辞任した。田中は一生懸命やってきたつもりだったんですけどね、とカメラの前で涙を流した。圧倒的な人気を誇る彼女を更迭したことで、小泉内閣の支持率は 30% 程度急落した。秘書給与流用疑惑と議員辞職秘書給与横領で元秘書より詐欺罪で告発され自民党の党員資格を停止され議員辞職となる。東京地検特捜部の捜査の結果、告発対象の秘書についてはバス会社越後交通からの出向であるが秘書としての勤務実態はあった。秘書給与は同社に入れる一方、会社給与等の形で秘書給与額をやや上回る額が秘書に給与され、流用が確認できない出向扱いにしていたのは、社員としての身分保障の継続を求めた秘書側の希望などが判明し、詐欺罪の公訴事項にかからない1996年以降の公設秘書10人も捜査された結果、犯罪性はないとされて2003年9月30日に、嫌疑なしの不起訴処分となった。その後、第43回衆議院議員総選挙で当選し、民主党会派に入会した。以降、選挙の際に民主党公認の立候補者の選挙支援に重用される。ただし、当時は民主党員ではなく、あくまで無所属であった。従来通り自由民主党公認候補である夫の支援も行っていたが、その後、夫を離党させた。父角栄からの相続税の脱税が指摘され、目白邸の一部を分納したことがある。角栄の死去に伴い牧子は、角栄遺産について1994年7月、小石川税務署に相続税の申告を行った。その際に申告した遺産総額は約120億円。しかし、1995年12月、その申告には78億円以上の申告漏れがあると東京国税局に指摘された。非上場の同族企業つまり、ペーパーカンパニーに持たせていた資産にメスが入れられたのである。申告すべき実際の遺産額は約200億円だった。この結果、納税すべき相続税額も約55億円増えた。このため、牧子や夫の直紀が相続した目白御殿と呼ばれていた角栄自宅の一部や軽井沢別荘の一部が納税に充てるために仏納された。住友会の解散父の古くからの支持者との軋轢の一つに2004年から2005年にかけて起こった JR 浦沢駅前に立つ銅像をめぐって発生した管理団体との対立が挙げられる。この銅像に屋根をつけるべきと2004年11月に管理団体住友会に申し入れるも難色を示されたため2005年2月に田中角栄記念館を通じて6日町簡易裁判所に調停を申し立てた。話し合いの末、像の管理は田中家がすることとなり、住友会は解散。銅像そのものは支持者が角栄の地元発展への尽力に感謝し、約2億円をかけて1985年に建立したもの。また、2005年には銅像に屋根がかけられた。第45回総選挙では、民主党候補の支援のほか、選挙区によっては、平沼グループの支援も行っている。北朝鮮による拉致被害者2003年10月31日、佐渡においていった藤島正幸候補の応援演説で、拉致家族の子供は北朝鮮で生まれたから本来なら、北朝鮮に返すべきじゃないですか。その辺のところを蓮池なんとかさんはよく考えてくださいと発言し、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会を批判した。また、耳障りのいいことを言うべきではない。家族の国籍は、国際法上は、北朝鮮籍。外務省も知っているはず。難しいとはっきり言うべきと発言した。北朝鮮による拉致被害者家族連絡会と北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会は田中直紀子事務所に抗議したが一切回答していない。記事出版差し止め2004年3月、長女の記事に関し、長女がプライバシー侵害を理由に記事の差し止めの仮処分を申請し、認められた。仮処分は後に東京高裁で取り消された。2012年11月1日に大学設置学校法人審議会が新設大学の認可を文部科学省に答申したが、翌2日に田中真紀子文部科学大臣が3つの大学を不認可とすることを公表した。これに対する世論、マスコミの反発は大きく6日後の同月8日に撤回した。田中自身は就任間もない大臣が大学の認可、不認可という重要事項を自分の一存で決められるものではなく、事務方の意向に沿っただけのものであるとした。国立競技場の建設について、田中は毎日新聞に意見を読者投稿し、2015年8月22日付のみんなの広場に掲載された。すでに支出された約62億円について、東日本大震災の被災者の方々のために役立てられたらと思うと心から残念だなどという内容。7月に白紙となったザハ案は2012年11月、田中が文科省を務めていた時期に決まったものだった。ありがとうございます。